お疲れ様です。お疲れ様です。ご無沙汰しております。どうされたんですか今日？いや今日はですね、ドローンによる PV 撮影をしたいということで、今日来てます。ちょっと僕どんな感じなのかなっていうことなんですけど、ちょっとやってみようかなと思ってるんで、いつも来てるんです。はい、もういらしてるんです。遠路はるばるありがとうございます。いえいえ、はい、ありがとうございます。お時間です。どちらから来られたんですか？京都です。京都？はい京都？はい京都が車で来たみたいで、ドローンパパと言います。へー、本日はよろしくお願いします。お願いします。初めてやったので緊張しますね。あ、もうガチガチです、ね、僕も構えてますから、どんな感じなのか分かんないですもんね、ドローン撮影。そうそう、初めてなんで、なんかいい仕上がりを期待したいですね。ずっと撮りたいと思っていたんで。格闘技は好きなんですか？まあ好きですね、中東時代からですか？そうですね。おお、え、マジっすか？試合を見させてもらってまして、いや、嬉しいですね。嬉しいですね。受けてよかったと思います。はい、嬉しい。やっと願いが叶いました。これはパイロットさんの、に素材を取ってもらったから、それそんなものになるみたいな感じなんですか？あ、でもそのまま差し上げてますんで。取って差し上げてる、はい、はい、そうです。僕がもらえるという話を聞いてますんで、出していきましょう、どんどん。まあ、ジムの PV かなんか使えたらいいですよね。YouTube ホームページとかね。YouTube にもちょっと。YouTube は、あげましょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんな感じで撮れてたのかな、ちょっと確認したいですね。こんなんだったんですか？いや、もう僕ただこうやってただけなんでどういう映りになってるのかちょっと分かんないですね。まだまだ新しいですから、ドローンって。アメリカの方では結構いろいろね、こうそれで配達もしてるみたいな話も聞きますけど。あ、そうそうそう、ドローンでこういう感じで撮ってるんですけど、これ第一人称視点なんで、こうやってもう360度全部撮れてます。こんなリアルなんだ、立体的で。グッと。いや、これすごいですね。全然今まで見てた PV と違いますよ。この立体感がもうすごい。うわ、ちっちゃい。ちょっとちっちゃいな。これは普通にちょっとシャドウをしてもらいたいので、こう追いかける感じというか、はい、こう飛んできたらもうこんな感じとかやる方が逆に。あ、逆にこういうのがね。そうです。打ったりとか。そうです。ああ。これカメラなんで、はい、まあ手が映ってた方がリアルなんですけど、まあ、逆にその、そっちの臨場感が出る感じです。わかりました。はい、これはもう閉めた方がいいですね。はい、じゃあ僕も逃げます。こいつに殴ってもらっていいですか？ちょっとこんな感じでちょっとやってもらっていいですか？ボン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 。もう飛ばすだけがドローンじゃないってことも。んね、ありがとうございます。これで多分結構これで見えるわけだからね、パンチが。で、角度変えてこう、すごいっすよね。そうですよね。ドローンは変わらないわけですよ、うんうんうん、回って飛ぶことは。そうですね。どう飛ばすかなんですよ。このこうセンスが問われるというか、股をくぐるとかね。そうな、食らう前提で、はい、もう手持ちで撮るとか。あ、クリエイティブです。どうがいいんですかね。スタンダードなのかよく分かんないんですけど。さっき言ってたタックルをかましてほしいな。これに、はい、これにタックルかます感じで。そうですね。おー、怖いと思うんですよ、見たら。当たらないように。ランニングタックルとドローンの知識を両方把握してるカメラマンさんいないと思うんですよ。いや、なかなかね絵としてはいいんじゃないですか、これ。すごいっすね。はい、いや、多分そこにのパッて乗せるって多分できないんで。まあ確かにね、できないことをちょっと今やってて。本当にやばいです。右を打ち下ろしてあります。打ち下ろしてあ、こんなにスローに撮れてるんですね。おー、ちょっとスーパースローに。いやー、すごい。 GoPro 1個で撮影してる我々の大違いですね。そうですね。 GoPro からタックルやるとこうです。 GoPro のタックルはこうです。これはこれで怖いですよ。これはいい経験ですよ。いい経験ですね、はい、どんどん広がってほしいですね、うん、もう一度、はい、このバッテに、はい、こいつをちょっと殴ってなって、こっちです。はい、ちょっとフンってカメラ振ったら、
いいタックルとして確認したみたいな。これは対峙してる目線が分かるってことですよね。これはやばい、はい、あのドローンを教えてるんでその生徒たちに見せたりとか。なるほど。あとは、まあ、実際に YouTube とかはそこは今数上がってないんですけど、そこに上げさせてもらったり。なるほど。道場の PV として使いたいですよね、これね。いいですね、はい、これなんか昨日も書いてなかったんですけど、京口くんですか、それ京口…これは京口さんですかね。ああ。そうですね、本当の級チャンピオン。あ、これ多分内山さんじゃないですか。内山さんですね。すごい。大丈夫です。結構追いかけっこのようにね、進化していくんですよ ね、 そうですね。だからみんなが追いつけないんですよ。ドローンパルトさんが優秀であればあるほどジレンマが大きい、うん、できるのにって思うことが多いですよ。伝説と情熱の間ですね。え使わないでください、使わないでください。こういうの拾うんだから絶対もう。